雨なんで今日は室内でございます。っていうか、結構寒かったですね。うん。いや、昼間はそうでもなかったんですけど、今外歩くと、かなりこの格好だと肌寒い感じになってますね。まあ、雨自体も、こう、あったかいっていうか、結構冷たい雨だったなっていう印象でございます。皆さんのお住まいの地域はいかがだったでしょうか。はい。で、今日のね、一本目はね、まあ、まあ皆さんもご承知の通り、今日から、マスク着用が、各自の自由になりました。はい。皆さんの学校あるいは会社はいかがでしたでしょうか。ちなみに私の勤めているところは、部署というかね、まあ部署だな。部署によって申告すれば、社員に協力を求めることができるっていう体になりました。ね。協力を求めることができるですね。はい。で、協力を求めた場所に対しては、会社がマスクを支給し続けますという感じになりました。ちなみに私の勤めている部署は、支給対象外になったので、今日から普通にマスクなしで出勤しております。ただ、まあ、通勤電車の中はね、99% ぐらいマスクつけてるね。うん、みんな律儀だなって思いながら。あ、でもね、やっぱ何人かはつけてない人見かけたよ。うん。まあ、そういうのを知っててつけてないのかどうなのかはわかんないけどね。うん。だから今後はつけてないからつって、お前つけてないだろうって言う人は、いや、もう各自の自由だもんって返される時代になったので、その辺はこう、正論論破してあげればいいかなって思いますね。ただね、これに関して、私はちょっとね、物申したい。はい。何かっていうと、5類への移行、要は他の諸々が解除されるタイミングでやりゃいいのに、なんでマスクだけ先行したかねっていう。そう、これがね、私は非常に腹立たしいというかね、危機開会だよね。うん。岸田ちゃんは何がしたかったのかなっていう感じ？うん。まあ、岸田の思惑なのか、他の思惑なのかわかんないけどね。うん。なぜかマスクだけ先行されました。ね。ただね、言うてもね、おそらく、年単位でマスクが薄まっていくまでに時間かかると思うよ。うん。日本人は同調圧力が強いから、周りもしてたらした方がいいのかなって思うだろうし、白い目で見ちゃうこともあるだろう。ね。ただ、さっき冒頭申し上げた通り、もう、しないからといって、それを強制できる時代ではなくなった。強制してない、ちょっと前にあったね。スターフライヤー違うな。うん、北海道から、釧路からだったかなの、エアドゥだったか忘れたけど、の、飛行機の中で、とある市議の人が、マスクつけてないからっつって、強制的に退去させられたやつ。あれは、今やれば、飛行機側、航空会社側が、お前何やってんだって言われるんだけど、当時は、それは、まあそうだよね、だったんだよね。うん。やっぱり、ね、時代は移り変わっていくんだと思いますよ。常識が変わっていくんだと思いますよ。そしてその流れは、どんどん早くなっていくのかなと思う次第でありますね。はい。でね、うん、とりあえずマスクになったじゃん。この後だから、検温も、PCR を、そして消毒関係も全部取っ払われていくわけなんだよね。どん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 。さて、製造メーカーをどうするのかっていうのと、あとはね、やっぱね、医療関係者とかの、もろもろ業界への補助金関係をいつ切るのか、だと思うよね。まあ、徐々に縮小していかざるを得ないけど、少なくとも、医療関係者は維持せよ、維持せよって叫んでるよね。いや、お前ら一番金もらってんだから、ええ加減にせえやって話なんだけど、ここ3年間で事業拡大したから、その補助金ないと死んでしまうわーって思ってんだと思うよ。実際ね、私の近くの病院も、分院を作ったよ。うん。本院以外に、すぐ近くに、発熱外来を1個作りましたよね。当然、そこの、賃借料とかは、まだまだ回収しきれてないだろうからね。回収費とかはね。はい。そう簡単に当然回収しきれないでしょうから、まあ、どうすんのかな。逆にここ数年で破綻する医療機関、病院、町医者が増えてくるんじゃないかなっていうのが私の思うところでありますね。はい。まあ、とりあえず皆さんはもうマスクせずに普通に出勤、通学していただけても全然構いません。ただこれは私はできますよっていうだけで個人の自由ですので。はい。その辺はね、
皆様の、自由意志に任せることとして、あくまで提案のみに留めさせていただくこととさせていただきます。ありがとうございました。